宝卵絵は、広島県尾道市で行われる祭事。正式名称は、高根五島神社還元祭であり、五島還元祭に合わせ毎年旧歴6月17日に行われる。宝卵絵とはこの地方での呼び名で、一般には、宝卵園や、他県では、宝卵園茶などで呼ばれており、尾道市の資料ではニ屋を正式名称に用いている。 近年は地元でも放乱園屋の表記が見られ、独特の故障が失われつつある。放乱への舞台である、瀬戸田水道。左が高根島、右が陸地島になる。中央の橋が高根大橋、手前右が瀬戸田三橋で、この付近が南端の折り返し地点になる。放乱へのルートを2005年国土交通省国土、地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真を元に作成。左が高根島、右が陸地島になる。高根島の高根五福島神社は、五福島神社の抹社で、昔境内にあったオックスを五福島神社大鳥居に用いたと伝えられる。この縁でオックスを運んだ、魚座船とそれを引いた回転魔線を再現するがごとく、高根島と陸地島に挟まれた瀬戸田水道にて、 還元祭が行われるようになったと伝えられる。祭事の手順は、以下の通り。高根津福島神社で神事を矢ぶと呼ばれる、ちょで大鳥居をかた取りひもろぎを乗せたいや鐘を叩く船に、世話役が乗船し、五札を祭り、宝縁屋と呼びかける衛星はこれに、放乱へ、よよさのさっさとおじる掛け声をかけながら、高根津福島神社と対岸の行地と瀬戸田三橋の、 間尾に往復する。伝文では、江戸時代から始まったとされ、記録に残っているものでは1912年、高根東京都市に記載されているため少なくとも、これより前から始まっている。機械船や高根小学校子供開業時課による旅客フェリー利用など、回転馬による巡航は一時期中断していたが、1980年代中期に、大崎上島の回転馬を借りて、復活。 1989年高根島最後の船大工の手により回転は、立花丸が竣工し、現在まで続いている。昔は背を越す際に陸上に船から伸びた綱を引く、引き手も置いた。ここ以外でも陸地島の宮原、お寺、原でも還元祭が行われた記録もある。ありがとうございます。